ジェルビーニョこと、ジェルベ・ロンベヤオ・クワッシ氏は、コートジボワール・アニアマ出身のサッカー選手。トラブゾン・スポル所属。コートジボワール代表。ポジションはフォワード。アーセナル時代、アルナコネなどと同じアニアマ出身である。育成の名門であるエサック・ミモザの下部組織に5年間所属し、ブラジル人監督から、ポルトガル語のジェルビーニョというニックネームを授かった。 その後、アイボリアン・ルージエム・ディビジョン・ゾーン4のトーモジ FC に移籍し、トゥーレ兄弟の弟のイブラヒム・トゥーレとチームメイトになった。トーモジ FC で2シーズン過ごした後、エサック・ミモザと提携しており、コートジボワール人選手を多数受け入れている、ベルギージュピラーリーグの KSK ベフェレンに移籍した。2007年7月2日、 フランスのルマン UC と3年契約を結び、2007から08シーズンは、同郷のロマリッチラと共にプレーした。2008年5月には、フランスのエースモナコ、パリ・サンジェルマン FC、オリンピック・マルセイユ、イングランドのアーセナル FC がジェルビーニョの動向を追っていると報道された。この報道によるとアーセナルは長い間ジェルビーニョを評価し続け、 ベルギーでプレーしていた2006から07シーズンにもオファーが出されたとされた。ルマンユーシーでは2シーズンで59試合に出場し9得点を記録した。また、日本代表の松井大輔とも同僚であった。2009年7月21日、遺跡金600万ユーロで、リールと契約した。2010から11シーズンは、 リーグ5位体となる15得点と10アシストを挙げて、リールの2冠に貢献し、ベストイレブンに選ばれた。2011年7月11日、移籍金、推定1 6 0万ポンドで、アーセナルに移籍しかし、2シーズンで45試合に出て9得点と結果は、んばしくなかった。2013年8月、リール時代の恩師。 リュディがルシア率いる AS ローマに移籍が決定。移籍初年度の2013から14シーズンはリーグ戦33試合9得点を記録した。2016年1月26日、中国サッカースーパーリーグの河北か夏幸福へ移籍することが発表された。2018年8月17日、パルマカルチョ1913にフリーで加入した。 9月22日のカリアリ戦では、自陣ペナルティエリア付近で、クリアボールを拾うとそこからドリブルで82メートルを駆け抜けて、ゴールを決めた。2018から19シーズンは、リーグ戦30試合で11ゴールを挙げて、チームの主力として活躍した。2019年10月11日、契約を2022年まで延長した。 U-23 コートジボワール代表ではキャプテンを務め2007年9月の北京オリンピックアフリカ予選の U-23 マリ代表戦ではペナルティキックを決めて勝利に貢献した。同年11月アンゴラ代表とカタール代表との親善試合のために初めてコートジボワール A 代表に招集されアンゴラ代表戦で A 代表デビューした。 2008年にはガーナで開催されたアフリカネーションズカップ2008に背番号97で出場し2試合に途中出場した。同年には U-23 コートジボワール代表として北京オリンピック本大会にも出場しグループリーグ2戦目の U-23 セルビア代表戦で1得点にアシストの活躍を見せた。2009年11月14日 2010FIFA ワールドカップアフリカ予選のギニア代表戦で A 代表初得点を含む2得点を決めた。2010年1月にはアフリカネーションズカップ2010に出場しグループリーグのガーナ代表戦で得点した。同年6月には 2010FIFA ワールドカップに出場するメンバーに選ばれポルトガルとのグループリーグ初戦に82分間出場した。 2014フィファワールドカップでは、コートジボワール代表に招集され、グループステージの日本代表戦で逆転ゴールを上げるなどの活躍をしたが、グループステージ敗退に終わった。左右両サイドのウィングでプレーし、時にはセンターフォワードも務める。スピード溢れるドリブルが持ち味で、同じセリエ A でプレーする、長友優とは、普通に走るのとドリブルのスピードが変わらないと。 コメントする。止まった状態から加速できるところが魅力で、どんな状況でも仕掛けることができる。イタリア市ガゼッタ・デロス・ポルドによると、2014年、ブラジル W ハイにて、最大時速 32.3km を記録。2013年、サンシーロでは、最大時速 35km というスピードを叩き出したという。現在、人類最速の男である。 陸上競技選手サインボルトは100メートルを平均すると時速35.578キロメートル。レース中の最高スピードは時速44キロメートルにも及ぶ。ありがとうございます。